さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り45分です。他のチームが AB ルームの扉を開けたんだわ。まだ私たちは戻ってないのに。ああ、そうじゃが、そんなことよりも。ってことは、AB ゲートを開けたのは青の扉の先に進んだチームね。ルナ、ファイ、それからディオの3人だね。確定だわ。説明は後じゃ。それよりもお前さんたち、クォークを見なかったか。うわ、やっぱりか。変わんねえんだここは。いなくなってしまったんじゃ。緑の扉の先にあった資料室、そこでカードキーを見つけて外に出た。いつの間にか姿を消してしまって。いえ、そういうわけではなく、このマップを見てください。ああ、こっちから。あ、こう回ってきたのね。途中に大きな部屋があるわね。ここは何？閉会にあったのと同じような倉庫じゃ。とにかくずっと探しているのですが見つからなくて。前回はポットの中にいたんだけど、今回はどうなんだろうな。ねえ、私はこのまま閉会の倉庫まで戻ってみます。わしは青の扉の先を探してみるつもりじゃ。来た道を引き返すわけではなく、ルナたち3人が進んだと思われる方。うん、そうか、すまんな。そういうことなら仕方ないわね。私も探すのを手伝うわ。私も手伝うよ。わかったわ、行きましょう、四つ葉。うん。アリスは気をつけろよ、特に。デコムなんて書いてあったんだ。うん、宇宙服。並んでおるのはウイルスの感染を防ぐための防護服のようじゃな。あ、防護服か。なんか宇宙兄弟でこんなのあったなみたいな。おそらくな。ルナたち3人に確かめてみるといい。ウイルス感染を防ぐってなるとなんかいよいよだな。この部屋を探索したのは彼らじゃからな。うん、行ってみよう。ああ、クォーク、一体どこに行ってしまったんじゃ。わしがもっとちゃんとあいつのことを見ていたら。いつもいなくなるようなクォーク。いつもクォークいなくなるし、いつもアリス死んじゃうし。じゃが決定的に違うところがある。あそこを見てみろ。扉か。まあ、あかんべな。ああ、おそらくな。他の CD と同じような装置がついておるじゃろう。いや、今はクォークを探す方が先じゃ。
わかった。そうしよう。行けそうにねえかな。なんだお前らか。二人だけってことはクォークは見つからなかったな。さっき A 階の倉庫で四つ葉とアリスから聞いたんだよ。クォークが行方不明になってみんなで探してるってさ。ということはこっちの倉庫にも戻っておらんのか。ああ、どっかで道草でも食ってんじゃねえのか。タンポポとか菜の花とか。道に生えてる食べられそうな草のことだよ。こいつは。はあ？なんで俺がそんなことしなくちゃなんねんだよ。めんどくせえ。さっき初めて出会ったガキの心配なんかするわけねえだろ。なんじゃと？まあでも本心なんだろうな。大体あのガキがゼロボスだったらどうすんだ。今頃どっかでふんぞり返ってブランデーグラスをくるくると回してるかもしれないぜ。俺たちが右往左往する姿を眺めながらな。それは想像したくないな。バカな！ないなんて言い切れるか。ゼロがどんな姿をしてるか誰にもわからないんだ。子供でもおかしくはないだろう。あのガキをあまり信用しない方がいいって天明寺にも警告してやったじゃないか。わしはクォークを信じとる。ここまで固くなに言われるとな、ちょっと揺らぐよな。さすがに、まあ、明らかにこいつなんだけど。バカを見ないようにせいぜい気をつけろよっていう作戦なんだろうけど。シグマ、天明寺とディオも一緒か。ちょうどよかった。三人ともすぐに来てくれ。来ればわかる。アリス。早くしろ。ちょっと待って。キャビンだ。うわあ、キャビンだ。クォークが見つかった知らせであってくれ。そこは。また救えなかった。そんなもうなんかこっちの一番最初レナと組んだルートだと絶対こうなっちゃうのかな。なんということじゃ。心臓が止まればその人のバングルは外れるようになってるんだ。うさ、そうだ、アリスだけじゃなかった、ルナもだった。あー、これ一番胸クソ悪いやつじゃん。ルナ裏切ってそのまま何の弁解もできん、弁解っていうかまああれなんだけど、せめてなんかあの罪滅ぼし的なことすらできず。助けらんないのかな、なんとかして。おそらく四つ葉だと思う。私とケイが駆けつけた時、四つ葉は今と同じようにアリスの死体のそばに佇んでいた。四つ葉はアリスと一緒にいたんじゃないのか。いや、別んとこ探してたのか。その時にはすでに二人とも息絶えていて。四つ葉がやったんじゃねえのか。やった？私が？ AB ゲームの後アリスと揉めてたじゃねえか。
もともと知り合いだったみたいだし、本当はずっと死ねばいいって思ってたんじゃねえのか。面識のない俺たちよりも動機がある可能性は高いだろう。ルナもそうだ。アリスを殺すところを見られて口封じに殺したんじゃ。動機という意味では AB ゲームが動機になる可能性もある。裏切ったから、あるいはあの、なんだろう、片っぽが死ねば協力になるからっていう。相手が死んで投票不可能になれば自動的に協力が選ばれる。すると自分が裏切りを選べば簡単に3点が加算されることに。悩む必要なくなるからな、死んでんだから。私とディオだ。でしたらディオさんにも四つ葉さんと同様動機があるかもしれないということですね。うん、ルナを殺すところを見られてアリスまで。なんで俺がそんなことしなくちゃなんねえんだよ。それは今言ったじゃろ。まあそうだよな、四つ葉にねえそういう疑いをかけんだったら同じことがディオにも言えるってことで。次の AB ゲームで有利になるためじゃよ。そんなことぐらいで人殺しなんかするわけねえだろ。私は動機よりもアリスの状態が気になるな。私も気になっていました。アリスの死体は着衣の乱れがほとんどない。ナイフさえなければ眠っているかのようです。眠ってるところを殺したんじゃないのか。ベッドがあるのにわざわざ床に座った状態で眠るでしょうか。考えにくいな。そもそもこんな状況で仮眠を取るというのも不自然だ。だから眠らせたんだろ。おいおい、ゼロボスはどうやって俺たちを連れてきたんだ。ああ、マンドレイン。つまりゼロボスが例の煙を吸わせた上でアリスさんとルナさんの二人を殺害したと。違った。まあどっちにしろ犯人はこの中の誰かってことになるわけだが、おっと、この中じゃねえな。一人要注意人物を忘れてた。クオーク。まさかクオークのことを言っとるのか。行方をくらました直後に殺人事件なんて怪しすぎるだろう。クオークにできるはずがなかろう。だったらなんでいなくなったんだよ。それは何か不測の事態が。じゃあ逆なのかもな。やった方じゃないならやられた方なのかもしれん。だから突然消えちまったんじゃねえか。貴様。まあでも言い方はあれだけど可能性はあるかな。なんだよなんだよ、お前らだって考えなかったわけじゃないだろう。アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り10分です。プレイヤーは速やかに投票を済ませてください。所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は協力に設定されます。さて AB ゲームの時間だとよ。だったらお前は投票を棄権するんだな。よかったじゃねえか四つ葉。シグマのペアはアリス、そのアリスはあの様子だと投票できなさそうだから、シグマが棄権すりゃ対戦相手である四つ葉は不戦勝だ。おいおい、しっかりしろよ。まんまと脱出できるってのに。脱出？そうだよ。今の四つ葉の BP は6、シグマは投票しないって言ってんだから、四つ葉が裏切りさえ選べば。四つ葉さんの BP には3点が加算されて9点になりますね。だったらするのか。するんだよな。こいつは見物だぜ。シグマの現在の BP も四つ葉と同じく6点だったはずだからな。次のラウンドは6点対6点の一騎打ち。どちらかが相手を出し抜けば BP は見事目標値に達し、ここから脱出できることになる。はてさて、どちらが勝つのやら。かあ。はは、面白くなってきたじゃねえか。
協力が一番平和なんだけど、とにかく A 階の倉庫に移動しよう。さあ行くぞみんな。どうにもうまくねえなこりゃ。何？分かった。その代わりシグマも協力を選んでくれる。うわあやだな。シグマ、ちょっと話がある。なんだ？お前今度の投票はどちらを選ぶつもりだ？やはりな。よく聞けシグマ。ルナがあんなことになってしまったため、ルナの投票先は強力に設定される。ルナの対戦相手は私とディオだ。ああ。私たちは不戦勝で、次のラウンドは確実に9になる。ルナの BP は1。しかし、そのバングルは手首にはない。まあもうやる意味がない。わざわざ協力を選ぶ意味がない。外れている。彼女の BP がマイナスになったところで害はないんだ。もっとも外れていなかったとしてもルナはすでに亡くなってしまっているから。だからお前も四つ葉を裏切るんだ。え？うまくいったら一緒に連れてってやる。三人で出ろってこと？当然だ。これを逃せば一生ここに閉じ込められることになる。それはできない。最初みんなで出るって言ったのに。ディオは9になればすぐに脱出するだろうからな。ああ。いいかシグマ、分かっているとは思うが、9の扉は一度しか開くことはできないんだぞ。もしもお前が協力を出した場合、四つ葉が協力を出したとしても 6+2 で8点だ。ディオが先に脱出してしまったら、二度とお前はここから出ることはできなくなる。裏切りを選んで9点にならない限りはな。それを四つ葉に言わないでシグマに言ったってことは、一緒に出たいってことなのか。そうだ。そんなことをしたって意味がないだろう。どうしてもお前についてきてもらいたいんだよ。なんとなくお前が必要な気がするから。なんか最初からそういうとこあったよな、ファイ。ああ。ケイには声をかけていない。あいつの対戦相手は天明寺だ。天明寺の BP は1だから、ケイはさすがに裏切りを選べないだろう。どうかな。いや、でもあの時はまあ命はかかってなかったかんな。俺まあまあケイも信じてないかんな。そういうことだ。投票の締め切りまで残り1分です。そろそろ時間だ。いいな。裏切りを選ぶんだぞ。まあ K は自分が負けるにしても協力を選ぶしかないわけか。どっちを選ぶべきか。四つ葉を取るかファイを取るかだな。四つ葉はでもどうなんだろうな。出すのかな素直に。投票の締め切りまで残り10秒です。9 8 7 3 2 1。
やんなら先に裏切りだな。なんか後味悪いの取っときたくねえんだよな。アンビデックスゲーム第2ラウンド終了。結果は倉庫内のディスプレイに表示されます。お疲れ様でした。アンビデックスゲートを開放します。待て。ん？ディオ、ちょっと。確定になったからか。ディオ、何をするつもり？まさか Q の扉を開ける気か？ああ、そうとも。だけど結果発表はまだそんなもん見るまでもないさ。なるほど。ディオさんの現在の BP は6。その対戦相手であるルナさんはあのような。したがってルナさんの投票先は自動的に強力に設定され。冷静に解説しとる場合か。お前ら止めるんだよ。ディオが裏切りを選べば BP に3点足されて9点に。ま、そういうこった。でも待って、ディオのペアはファイだったはずだけど。ファイさんの BP もディオさんと同じく6。いや、もはや6というよりは9というべきかもしれませんが。その通り。私の BP も9になることはすでに確定している。なぜじゃ、ファイ、どうしてリオが裏切りを選ぶのを止めなかった？勘違いすんな。俺が勝手に裏切りを選んだわけじゃない。二人合意の上で今回の投票先を決めたんだよ。ファイ、本当か？ああ、最初から言ってたかんな。ファイはやむを得なかったんだ。やむを得ないって、そのせいでルナの BP はマイナス1に。だからなんだって言うんだ。ルナはすでにあの世に行っちまってるんだぜ。今さら毒薬を注入されたところでどうってことはない。というか、そもそもバングルは外れてるしなでは、ファイさんはどうして先ほどディオさんを引き止めようとしたのです？ディオさんがこの Q の扉に向かっている時、待てと大声を上げましたよね。もしやこの場にとどまるつもりなのか？ひとまずリスクを減らすために BP を Q にしておいたというだけで。いや、悪いがそういうわけではない。シグマもついてこいってことか。ディオを引き止めたのはもう一人の結果を確かめたかったからだ。もう一人？それはもしかして。アンビデックスゲーム第2ラウンドの結果を発表します。というわけで、ここで終わりたいと思います。でも、あの四つ葉の感じからすっと協力入れたんだろうな。いやこのゲームさ、マジ前作と違ってさ、本当に AB ゲームが心に来る。